今回の襲撃事件に関する調査のことなのですが。ああ、ごめんクレア。今はそれどころじゃないんだ。話なら後で聞くよ。はい。ミーナ。お久しぶりです。気が痛い。大丈夫？ということで、クレア、また後で。はい、わかりました。乱れてる。あの二人、そうは思わないか。その、恋人とまではいかなくても、なんだかそうなりそうな雰囲気がないか。バカを言うな。なんで私がそんなものを。ただ弊社内でそういうことがあったらまずいだろ。では団長たる方が部下たちの前で王道と女といる光景をお前はどう思う？お前とは価値観が合いそうにないな。でも実際問題として示しがつかない。こうなったら私が下の者たちにしっかりと示しをつけなくては。よし、今後一層の努力が私には必要だな。ルルルルないのよ。別にまだ暗くなっていないんだから。それはそうかもしれないんだけどね。大したことじゃないわ。ただ最近ますます家に帰りたくなくなってきちゃった。またとか言わないでよ。それに今回のはちょっと事情が違うんだから。ちょっとね、気にかかることがあって。でも大したことじゃないわ。多分私が考えすぎなだけだと思うから。そんなことよりアス、ルフィーナから聞いたわよ。やあね、決まってるじゃない、騎士になれたことよ。おめでとう。しかも実力に関しては強国一と言われるアールマティ騎士団ですものね。すごいわ。でもいいじゃない、何にしても夢が叶ったんだから。でも初任務があの襲撃になるだなんてね。私後からその話を聞いた時、心臓が止まりそうになったわ。だったらいいけど、お願いだからあんまり心配させないでね。だってア
スってそんな強そうに見えないんですもん。こんにちは。こんなところで会うなんて偶然ですね。ええ、そうです。ちょっと夕飯の買い出しに。これくらい。私これでも母さんの手伝いで重いものをよく持ち運んでいたんですから。いいですいいです。それよりデート中にお邪魔してしまってすみません。デート中？するからってことですからね。誤解しないでくださいね。どういう意味よ、その良かったなは。もうねえアス、それよりこの子は誰なの？よろしくお願いします。シエラ・マルスよ。アスの幼馴染なの。よろしくね。アスさんと幼馴染なんですね。ごめんなさい、恋人だなんて勝手に誤解してしまって。いいのよ、私は全然構わないから。よかった。優しいんですね、シエラさんって。ところで少し赤いようですけど、どうしました？気のせいよ。私ちょっと用を思い出したわ。じゃあアス、みんな、私はこれで。行っちゃいましたね。じゃあ私もこれで失礼しますね。アスさん、お勤め頑張ってください。Thank you.
神よ、どうかお救いください。このルアーナを、そしてあなたを心から崇拝している敬虔なる民を、どうかお救いくださいませ。私のような罪深き者の祈りでもお聞き届け願えるのならば。これで失礼いたします。二度と母さんのような目に遭う人を出さないためにもお願いします。